ちらはネクスコ中日本です。午前6時現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に渋滞の情報です。およそ19キロ先の首都高速都心環状線内回り浜崎橋を先頭に渋滞しています。引き続き名古屋方面へ向かっている方に通行止めの情報です。およそ70キロ先の成城バイパス上り小田原西インターから小田原インターまでの区間で工事を行っており、通行止めになっています。続いて所要時間の情報です。現在厚木インターまで40分ほどかかっています。なお新型コロナウイルス感染防止の観点から、帰省や旅行など都道府県間の移動に関しては基本的な感染防止策を徹底していただきますようお願いいたします。なお渋滞や故障、事故などで高速道路上に停止している車両に追突する死亡事故が発生しています。運転中に渋滞や停止車両に遭遇した場合は、ハザードランプを点灯して後続車に合図を送りましょう。ハイウェイラジオ東京よりお伝えしました。